関西のダイビングスクールスタッフゆうかです。海月集まれダイビング女子ゆうか TV スタート。どうもです。ちょっとヤンキーになりました。ハイライト、ハイライトっていうのか、これはハイライトのグラデーションかな、なんですけど、あのバレーヤージュ、バレーヤージュって聞いたことありますか？一番むずいねんな。なんか今までやったら明るくして、で自分の色が出てきて、で根元黒、こっから明るいみたいなプリンの状態が、やっぱ海入る頻度多いから、長くなっちゃうこの説明。とりあえず、ダイビングで髪の毛染めたい人はバレーヤージュがおすすめ。ピンが目立たなくなるからね。そう、可愛いでしょう。でネイルもしましたよ。ネイル青のラメ入り、いうか爪短いからちょっとあれだけど。で今日ちょっと二重幅おかしいんですよね。見てこれ、ほらふっくらしてる。多分お酒飲んでこっちで寝たから、あの腫れちゃった、腫れちゃいました。ちょっと今日は前座が長かったけど。はい、今日の企画はこちら、じゃん。ゆうかが持ってた魚さん紹介します。イエーイ。魚さんっていうのは、まあ、知ってる人知らない人半々ぐらいかな。知らない人の方が多いのかな。魚さんっていうのは漁業とか漁協とかのサンダル、漁協のサンダルとかで、略して魚さんですね。滑りにくい特徴があったりとか、樹脂でできています。形みんな一緒で樹脂でできてます。で小笠原諸島の、もともとはね、小笠原諸島のその漁師さんとかが呼んでた呼び方らしくて、それが乗って乗ってなって今に至る。こう海行く時に漁さん履いて滑りにくいのが、メリットなので、漁さん履いてダイバーさんとか多いんですけど、あのプライベートでも履けちゃうような、そう、可愛いやつがいっぱい出てきて、魚さんには中毒性があると私は思ってます。私が中毒になったから。なんで今日ゆうかが持ってる魚さん全部紹介したいと思います。関西弁いけてるかな。いけてるよね、関西弁いけてるよな、いけてるね。じゃあ早速ゆうかの魚さんを紹介したいと思います。ゆうかは全部で7足持ってるので、まずめちゃめちゃシンプルなこの2つ、水色、ミントかな、ミントグリーンって色やったけど、ミントグリーンとピンチュ。大好きなピンチュ。はい、これはシンプルですね。シンプルに可愛い色で、買いました。でこういうあの本当のベースの魚さんは見て、ここ汚れ、ちょっとこんなん言うのあれやけど、赤がみんなつきますよ。みんなつく、ゆうかだけじゃないけど赤がつきます。でこっち洗ったやつ、こっちはまだ洗えてないやつ。落ち方はカビキラー、ハイターでシュシュシュってして、まあ、5分10分置いてから歯磨きでゴシゴシするとこんな感じで綺麗になります。なんかやだなこれ見せるの。次、じゃん、大好きなヒョウ柄、イエーイ。これはもう完全に私服の時に使ってます。なんだろう、夏って、白 T にデニムとか、白 T にひらひらの、風通しのいいズボンとかスカートとか履くじゃないですか。その時に足元をこういう派手ヒョウ柄とかにすることでまとまるし気分も上がる。はい、これは何、メタリックブラックだったかな、普通のブラックかな、ライメン入りです。これも私服が多いかな。でさっき言ってた滑りにくいのはこれです。そう、こういう格子状になってて、これが滑りにくい秘訣。けど海とか行った時にここに石が挟まったりするから、それはまあ要注意。次は女の子らしいですよ。これと、よいしょ、これ、はい、かわいい。これはピーチソーダ色って言って、まあ、美味しそうな名前、かき氷みたいなあれですね。
かわいい。これはダイビングの時に使ってます。超かわいい。でこっちはハート、この上の部分がハートに見えると、うん、ハート見えるね。このここね、ここかわいい。これちょっと女の子っぽい感じで、もうデザイン重視で買っちゃうやつだ。はい、7足だよね。1、2、3、4、5、6、あと1個。今ゆうかが持ってる中での一番のお気に入り、じゃん、マブルーマブルーマブルー。やばくないですか、このまだらな感じ超好き。しかも裏もマブル、やばい。はい、これはかなり愛用しています。はい、ゆうかの魚さん7足全部紹介しました。魚さん愛伝わったでしょうか。なんかもっと新しいのあるよとか知ってる人いたら情報ください。とにかくおすすめなので、海に行く機会が多い人とか飼育でも使いたいなって思う人は、まだゲットしてない方はぜひ、今年の夏ゲットして、いっぱい履いてください。ちょっとゆうかは買いすぎないように注意しますねでは今日はこの辺でダイビング行ってきます。先行。